どうもこんにちは、ピヌさんです。ウイニングポスト9 2020やっていきます。今回はまあ強い子がですね、まあミッキーぐらいしかいないので、ミッキーにアジアマイルチャレンジに挑戦してもらって完全制覇を目指すというのが一つの目標で、完全制覇が途中でできなくなったらまた、まあ多分2戦目のドバイターフあたりがどうかなっていうところだけど、そこをクリアできなかったら海外の未勝利重賞の短距離とか1000から2000メートルの間で馬場的が合ってるところを狙っていこうかなと考えています。というところで始めていきます。はい、ミッキーがフューチュリティステークスに出ます。まあここは順当に勝つんではないでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました、うん、ここは大丈夫ですね。突き放します。ディレンヌ・ミッキー、ディレンヌ・ミッキー1着、2着にはどうやらドッブルチアーノ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ディレンヌ・ミッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。問題は次のドバイターフですね。馬場的が合ってないから、ここ勝てればね完全制覇見えてくるんだけどね。次ですね、次。はい、ドバイターフ、ここさえ勝てれば見えてくる。最終コーナーを、いや、いいぞ、粘っていけ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ディレンヌ・ミッキー粘れ粘れ粘れ、先頭、しかしその差はわずか。粘れ、踏ん張りどころだ。確かに一気に後続が襲いかかってきた。襲いかかられた。ライサドーン、かわす。あっちゃー、1着、2着は微妙です。勝ったのはライサドーン、見事な勝利です。よし、方針転換しよう。6着。勝負できてないな。悲しいな。はい、ミッキーがオールエイジドステークスに出走です。1番人気。うん、まあここは大丈夫じゃないかな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ディレンヌ・ミッキー先頭、リードは3馬身以上。強い強い。差が広がります。あと 200m、 後続はまだ後ろ。残り 100m、 2番手はスキップオピニオン。ディレンヌ・ミッキー、この馬で決まりか。ディレンヌ・ミッキー今ゴールイン。段違いの強さです。ディレンヌ・ミッキー1着、2着はスキップオピニオン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ディレンヌ・ミッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。オーストラリアと香港の取れそうな重賞取ってこよう。17個目の G1 タイトルね、勝ってるね。はい、ディキシーステークスにミッキーが出ます。2番人気ですね。いや、失礼、1番人気で2番人気がカーペットですね。しかしミッキー調子が少し悪いので、まあ調子が悪かったらカーペットがねフォローしてくれればいいかなと。ここも未勝利重賞ですね。ダイジェストで、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ディレンヌ・ミッキー先頭、残り 200m、 ちょっと先頭はディレンヌ・ミッキー、厳しいか。連れて伸びてきたのはアインオーバー、ドライバーかわされた。アインオーバー、かわす。アインオーバー、アインオーバー、1着、いや調子が良ければ届いてたな。アインオーバー、見事な勝利です。残念、ミッキーは放牧ですね。いやー、勝っときたかった。はい、バーナード・バルークハンデにミッキーが出走します。調子も整えてきましたからね、取りたいっすよね。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ナイスソード。さあ大丈夫かな。しかし後続の足移動もなかなかいい。足は良さそう。 200m を通過して、さあ先頭は今度はイレヌ・ミッキー、2番手はアンデスカーソッ。大丈夫だ。ビレヌ・ミッキー、この馬で決まりか。ビレヌ・ミッキー、ビレヌ・ミッキー、1着2着にはどうやらパスリッジ。ビレヌ・ミッキー見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。うん、よし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 。でもちょっとキレがなかったね。勝ったけどキレがなかったように感じましたね。はい、凱旋門賞ですね。 PN アップという子が最近調子が良くて出てきたんですけど、一番人気ですね。あり得るかもしれませんね。さあ最後の直線、オープンストレッチをめぐる攻防だ。マッチレス3コート、先頭外から勢いよくビレンズブルック、先頭ミンブルエステイト。足色はアップじゃないんだ。前に迫る。あ、アップ内側から来てますけどね。先頭は今度はミンブルエステイト。いや、ビレンズブルック食らいつく。ミンブルエステイト、ミンブルエステイト1着2着にはどうやら残念ステールフェイスト。勝ったのはミンブルエステイト、見事な勝利です。まあでも出走した2頭とも展開次第ではありえそうな雰囲気はあったね。うわーすげー配当つきそう。うん、残念。はい、コックスプレートにミッキーが出ます。大外だ。大外ですね。まあなんとかなんないですかね。はい、まあ久しぶりに 2000m と距離も長めですが、見ましょう。フルで見ましょう。ムーニーバレー。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。スカーレットクラフティ前に行きそうです。スポークンサファリ、それに続いています。ちょっと枠の振り受けるな。からの競馬では前の方から見てみましょう。ディビーギャラリー先手を取りました。青の帽子スカーレットクラフティ、その後ろ、すごい振りを受けてるね。オーアルディサプリン好位置をキープしています。ビーエヌミッキー、その後ろからはチャーミングタイディング、その外にスポークンサファリ、その外からアストロントルーパー、その隣にフリートフロード、シルバリーアイドル、この馬もこのグループ、その横にウィンザータビュレーター、すぐ隣にラッキーダスト、その外にオールフォーキッチン、並んで15番ドルフィンペリオッド、内からはオーバリーフェル、スイートリーフェリオール、そのうちに続いています。しんがりからオカリナプライズ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。最強王者 PN ミッキー一気に先頭に立ちました。先頭は依然として PN ミッキー。お、ミッキー引き離していった。ディリーギャラリー3番手、さあ PN ミッキーこのまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。直線短い。日本と世界意地のぶつかり合いだ。2番手はスカーレットクラフティ、後続は大きく離れた。ビレンヌ・ミッキー、よし。ビレンヌ・ミッキー1着2着にはどうやらスイートリーフェリオール、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ビレンヌ・ミッキーまさしく日本が世界に誇れる馬です。天皇賞秋を回避してきた甲斐があった。11月なんであと今年1回かな、レースね乗れれば。よし、やったねミッキー。はい、所有馬引退は12頭です。はい、年が明けました。振り返りですが、まあそんなにね、まあ未勝利重賞勝ったぐらいなもんで、まあミッキーは次の動画でも未勝利重賞を狙っていこうかなと、海外ね頑張っていこうと思います。騎手の方は
マオが昨年12で逃げ先行が、マックスになりましたね、能力ね。うん。そして U は20位ですか。はい、ということで、なかなかね、この村重さんが引退しないので、ちょっとね、上が詰まってるような感じもしてはきてるんですが、マオもユウも勝てるようにはなってきたので、あとは勝率を上げていく感じになりますね。はい。ということで、多分次回からは少し淡々とするんじゃないですかね。まあちょっとミッキーで、まあ僕は個人的に盛り上がったところはあったんだけど、多分次回は淡々とすると思います。あとはアップもいい勝負はするんだけど安定はしないかなというところで。はい、というところで今日はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。